ここ富山大学は平成17年に富山県内の3つの国立大学が再編・統合され、地域と世界に向けた開かれた大学をモットーに、全国にも誇れる魅力ある大学となりました。3つの大学が一緒になることによって、幅広い分野の多彩な研究が推進され、そして富山の地の利を生かした教育研究の発展が期待できることだと思います。統合して来年度で10年という節目を迎えます。遠藤学長は今年度は重要な1年だと考えます。これまでのさまざま出てきた課題をですね、解決しつつ新しい発展を目指す次のさらなる10年20年につなげるまでのための年だと思ってます。今さまざまな時代の変化の中で求められているものが急激に変わってきています。そしてまた教育の難しさも見え隠れしています。でそれは教養教育であり専門教育であり、でそれより質の高い大学院教育であり、まさに今我々に問われている課題であり、そしてこれは学生諸君にもしっかり考えながら将来を展望しつつ学び、そして大学を育っていってほしいなと思ってます。やはり教員一人一人はそれを自覚して良い学生を育てるとともに、そして自分自身の世界に発信できる成果、そして社会に貢献できるさまざまな研究成果を示していくことが必要だと思っています。